なんか BGM が。こういう BGM。すごい謎な蓄音機が。ちょっと。あれ？なんか、ちょっとなんか、誰か入ったよ。うわ、なんかいる、なんかいる。うわ。始まります。はい、今日はかなり昔のパソコンのゲームをやろうかなと思いまして、でまた最近なんかちょっとやってみようかなというか、やってみようかなということで始めたわけですけど、これだったかな。はい、海外のゲームになるんですけど、はい、始まります。もうこれ、フラッグ戦的なシューティングゲームですね。オンラインゲームで。ちょっとね、行ってみましょうかね。落ちるのかな？いや、落ちないな。敵がまあもちろんいないんですけど、もう相当昔のゲームということで、あ、これか、これが、お、こういう感じ。これをフラッグ取るんだけど、なんか BGM が、こういう BGM、 あ、なんか蓄音機が、なんだこれ、すごい謎な。ちょっと音止まった。あれ、蓄音機には罪はないんですけど、ちょっとこういうものって打ちたくなりますよね。なんか蓄音機とかそういう DJ じゃないですけど、レコードとか僕は結構触ったりするんで、結構好きなんですけど、打っちゃいました。でもなんか、え、なんかやっぱりなんか、あってさっき、右、左側の方に、なんかいたような。さあ。あ、こういう感じ。だからフラッグを自分の陣地に持って帰ったら、スコアが、ね、いけるっていう。まあでも、結構昔のゲームだけど、なんか、ね、楽しいというか、敵がいたら楽しいのかな、これ。なんか、昔流行ったなんかの64の、ゴールデンガイ。なんかそれにすごい似てるような感じして。なんか、ね、ちょっと銃とかしょぼいけど。これ一つだけなのかな、銃。あれ？なんか赤くなってる。え、さっき赤くじゃなかったような。あ？あれ？なんで？さっき赤じゃなかったような。赤だったかな？通ったかな？っていうか。いや、通ったな。ね、赤があるんだ、赤が。一回。え？誰か入ったよ。Has joined the game。え？かなりね、昔のゲームなんですけど。誰か入った？誰か入った？なんか、あれ、なんか治ってるし、なんかどうなってんだよ。まあでもね、こういう多分僕と同じような人も多分絶対いると思うし、なんかたまたまね入ったというか、ちょっとやり久々にやってみようっていう感じの人っていうのは、あ、え、なんか待って、人あれ、さっき一緒にいたよね。よし。なんか開いてるし、さっき開いてた。え、あ、なんかめっちゃ重いんやけど。え、なんかいるで。ていうか、撃てない。うわ、なんかいる、なんかいる。うわ、消えた。いや、さっき、え、あれって、無理やな。何あれ。
いや、ああいう遠赤ではないと思うけど、なんだろう、さっきの。あ、でも、さっき、ね、対戦者が入ったんですけど、なんか、結構謎な状況に。これで、これ持って帰れば、終わりですけど。さあ、帰りましょう。帰って、早く終わりましょう。BGM がないゲームってことで、なんか、あれだね。怖いね。え？うわ、後ろ、うわ、うわ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。うわ、うわ、なにこれ。うわ、うわ、これ来た来た来た、撃てないし、しかも。うわ、うわ、うわ。これやってることやめろって、ゲームすんのやめろって。なんかこれ分かったらメッセージしろみたいな。え、やば。これを持って帰ったら、フラッグ持って帰ったらさらにやばいことになるのかな。一方的ってことですね、これ。どういうことや。OK、いかない理由です。このプロジェクトは11年前に、以上前に始まったって、この、多分好きなのかな。なんかやっぱりあったわけで。なんか、いろいろと悲しみが多分これ残ってるんじゃない。なんかよくわからないですけど、プリーズ、早く終わらせてくれということで、これで、終わります。人事、ストップウェイト踏んで、やめろって。なんだこのやりとりは。どうしようかな。もうなんかちょっとなんか現れるのかな。え、あ、やば、勝手に切られた。勝手に切られた。サーバー、はい、また戻ってきたわけですけど、なんでここにいるんだと。一人にさせてくれと。なかなか、もう、
地図の真ん中戻れと。こんなとこ来るのか。あー、やばいやばい、白くなってきた。あー、あー、なんだこれ。真っ白。あ、キックです、フロムサーバー。うわー、サーバーのホストにキックされたということで。いえー、っていうわけです。なんか、怖いな。いうわけで、なんか昔のゲームなんですけど、今でもなんかその、ダウンロードできるらしいんですよね。アメリカのサイト、外国のサイトになるんですけど、なんか、その、決まったお金はなくて、その、ペイするのに、ダウンロードするのに。だいたい2ドル。下が2ドルで、そっからプラスアルファして、まあ、1ドルとか10ドルとか、自分のその気持ちで、このダウンロードというか、言うらしいですね。いやー、やばいな。でも、ね、どういうことなんですかね。ちょっとびっくりしましたけど。というわけで、今日のスピチューブ、終わりたいと思います。それではまた。はい。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。